日本教育史。日本教育史では、古代から現代までの日本の教育のあり方とその、歴史、教育観、教材、制度などの変遷を掲載する、教育学の一般的な教養の一つの部門でもある。古代日本の教育について、多く知られているとは言えない。しかし、山上奥良の緊急問答課などにも見られるように、親がこう思い、 そのために何かをしてやりたいという気持ちは、時代が違っても変わることはなかったようで、資料の残っている以前から、親や大人たちが、子供や若者が、一人前になっていく上で、何かの手助けや指導をしていたことは、想像に難くない。姿勢にあたる人物で、日本史上最も早く教育に関心を示したと、言われるのは、アスカ時代の政治家、聖徳太子、 574年から622年で、ある。馬屋ドミコ、上野宮を、豊臣美の、豊臣美などとも言う。理想主義的な鉄人政治を施行したが、書物としての教育論は残していない。かに十二回、十七条憲法の制定、顕隋史、小野の,の妹子の派遣、四天皇寺、法隆寺などの混流などが主だった教祭である。教典を研究し、 三協議書という注釈書を書いたが、これに彼の教育思想、一常思想が色濃く反映されている。つまり、すべての人に等しく教育を解き、理想の実現と人間平等の考え方である。教育についての日本では初めて思想として提起されたものになる。最初の教育の制度というのは、大法律令701年による教育制度の確立である。 これが日本で最初の成分化された教育の制度になる。この骨格は中国等の国古刊制度から持ち込まれたものである。その仕組みは大学医療が中央とに一つ設けられた。式部長の書簡で、病行道、低書、三道、三述及び副教科の音道、中国語の発音、書道、書き方の四学科があり後に、記伝道、通称文章道、 中国史、文章と妙暴動、法律が加わった。これらの、アキラは、それについて、明るい、ことの次第によく通じたという意味である。その他にも、専門的な技術者養成機関としては、転薬量、音量量、化学量などがあった。これらではい、薬、針、あんま、音量、天文戦術、暦、雅学などを教授した。当時の学生は、 大半は大学寮内に寄宿しており、代表的なものとして、菅原清忠、菅原道真の祖父が設立して、菅原氏、大江氏の管理下にあったとされる文章院がある。これに対して、有力な士族は大学別荘のような特別な寮者を設けて、一族の指定をそこに収容した。これらは独立性を持ち、寄宿者で、同時に研究所的な性格を持っていた。 和けしの公文院、藤原氏の官学院、立花氏の学官院、王氏の小学院など、大学寮という公的機関をめぐる、氏族対立の副産物のような存在で、貴族政治の対等を背景としていた。また、菅原氏などの学者が、公務以外に指定などを使って、門人を教育するなど、私立学校の邦画のようなものもこの時代から、現れるようになる。だが、 平安時代後期から、慣習家を異性の下で官職の世襲化が進み、大学寮の教官も、特定の氏族の世襲となって、教官たちは世襲の存続のために、自己の指定、一族や限られた門人に対してのみ限定し、大学寮外の自宅などで教授するという科学化が進んだ。さらに1177年の大化で、大学寮や、 文章院が消失すると再建されることなく放置され、公的教育機関としての大学寮は消滅することになる。鎌倉時代から室町時代には京都の貴族が古典研究や夕食古術の学問の担い手となっていた。しかし、貴族の地位の低下とともに仏教寺院や学識像が徐々にその担い手として台頭し、その中でも鎌倉御三を中心とした。 古参文学は、その代表である。また、武家階級という、新たな社会層も、自らの更新のために、学問を身につけるための施設、学校の整備に配慮するようになり、鎌倉時代には、北条寂時が、金沢商明寺、現、神奈川県横浜市金沢区に、金沢文庫を設置し、多くの文書を収集した。また、遅れて、室町時代には、 関東地方において、上杉憲りが、足利学校を再興する。これは、キリスト教の宣教師たちに、坂東の大学と言われ、当時の日本の中心的な学校と考えられた。また西洋人の目から見て、その当時の代表的な学校は、他に、高野山、比叡山などがそれに並べられていた。庶民の間では、芸事や趣味の道が次第に洗練されたものになり始め、 風刺家伝のように芸の道を人間の道と重ね合わせて修行のありようを考えるという視点もこの仏家階級の時代の産物である芸道論。江戸時代中期の教育は教育機関となる区分が存在せず、幕府によって選定された人物が学問の研究を行い書物を刊行し、武士、百姓、町人の身分制度の中で自学自習するといったことが行われてた。 17世紀半ばから18世紀初めの爆藩体制安定期の原独文化は、社会の安定と経済の発展に伴い、町人に受け入れられる文学や芸能が生まれ、身分秩序の枠内で生きる人々の言葉を掴んだ。特色は物資と情報交渉が担い手で、現実主義、合理的、実証主義的傾向であった。儒学、自然科学、古典研究が発達し、 自由な人間性の追求が行われた、町人文学。華麗で洗練された美も特徴。文学では、徘徊、松尾芭蕉、小説、井原西閣、脚本、近松門左衛門。絵画では、林波、小形光林、土佐波、土佐光沖、住吉派、住吉具家、浮世絵、岸川諸信、鳥井清信、風俗が、花房一丁。歌舞伎では、 江戸、市川段十郎、上方、坂田藤十郎、小山、吉沢綾目などがよく知られている。政治のあり方や自己の生き方についての指針を求める者が多くなった。ただたか、礼儀を重視した林羅山田の主学派は、文字政治を裏付ける学問として、学会の主流となるとともに、封建社会を支える教学として、幕府や藩に支持された。 朱子学から転じて、陽明学派を起こした中江当時は、治療合一を説いた。また、山が祖皇や伊藤人斎ら古学派は、古典を研究し、儒学本来の精神を学ぶことを主張した。江戸幕府による安定した統治が長く続くにつれ、藩校における教育は、武術教育から次第に儒学を軸とした管理育成教育へと変わっていくが、固定した二分制度の中で、 技術の養育は職人に固定されていく。しかし一般の子供たちに少なくとも読み書き、そろばを教える寺小屋も生まれていく。読み書きの他職業別の知識は往来物、地名や地理は国づくし、名字は名字人など様々な教材があった。儒学の影響により現実的で合理的な思考が発達し、 歴史学をはじめとする実証的な学問が芽生えた。また、国文学にも目が向けられ、古典の研究が盛んになった。歴史学の分野では、1657年に徳川光国が大義名文論に基づく紀伝体の大日本史編纂を開始し、1906年に完成した。中国歴代の聖史の定裁を採用した史書で、幕末の尊王論に、 大きな影響を与えた。国文学では、新言宗の僧であった慶中が、下神戸潮流の影響を受け、万葉集をはじめとする古典の研究に専念し、国学の基礎を築いた。天文学の分野では、幕府の御方であった、歴学、天文学者の渋川春海、安井三哲は、平安時代以来使われていた、鮮明歴の猛者を、元の樹寺歴と、 天体観測によって修正した状況を1684年、状況元年に幕府に権限して採用され、初の天文方に任命された。状況歴にかなか記された中は、人々が生活する上でも参考になった。数学、和算の分野では、石高数が筆算を創始し、演習率の研究などに業績を上げた、石流和算を完成させた。山学は、各地の和算家たちが、 神社に奉納した自作問題の絵馬を飾り、回答を絵馬にして答えたりした。和山の入門書ともいえる人工記は、吉田光吉が完成させ、1627年に刊行された。平易な例題で実生活における数量計算や解放を示した。本像学の分野では、和漢用の1362種類の動物、植物、鉱物を分類、解説した書である。 大和本蔵を、貝原駅券が記し、1709年に刊行された。観察や経験を重視した駅券は、日本の博物学発展の先駆けとなり、実用書としての価値も高かった。第8代将軍、徳川吉宗は、教法の改革を行い、実学奨励にて、漢訳要所の輸入制限の緩和、1720年、と、天文台の設置、 1744年を行った。幕府直轄の昌平坂学問所は、昌平坂に面していたので昌平坂学問所、または昌平校と呼ばれた。1790年、完成2年老中、松平定信は、完成の改革の一環として、芝野立山、岡田幹線を、湯島聖堂付きの住者に登用し、湯島聖堂預かりの林家に対し朱子学用語を、 明治たこの、漢性医学の金の後、学者が増設され、旗本、御家人だけでなく、藩士、豪士、老人らも聴講ができるようになった。1793年に、林十歳が林家を継いで、大学頭となると、それまで林家の家塾だった、湯島聖堂が、正式に、幕府直轄の学問所となった。老中、水野忠国は、 天保の改革にて、軍事改革を行い、清志がアヘン戦争に敗れたことから、西洋法術を採用し、高島周藩を長崎から招き、軍事学、軍事戦術の研究、訓練が行われた。またこの頃、大塩平八郎の乱が勃発、火星文化が開花した。江戸時代後期、幕末の教育制度は、幕府の財政難や体制の危機が、 深刻化する中で、武士の生活難も目立ってきた諸藩は教育の改革を断行する。諸藩では、藩学、藩校、教学、塾を設立して、子孫の教育を行った。また、庶民の個別指導教育として、寺小屋が開校。これらはすべて、我が国の学校制度の始まりとされている。また、子供への訓和教育を、手島都安が始めるなどした。 江戸中期以降、古典を研究し、日本古来の精神を究明しようとする国学が発達した。また、爆藩体制が動揺する中、新しい理論を解く思想家が現れた。経営世論では、熊沢万山が大学あるもんを表して、武士機能論や参勤交代批判を展開。本田敏明は形成秘策などを表し、外国との交易や島々の開発による、 不国策を提案。佐藤信弘は、経済洋録などで、絶対主義的な統一国家の形成と、積極的な海外進出論を主張。農業論では、大倉長恒が、公益国参考などで農家の利益と国益を論じる。尊皇論では、ガモウ君平が先駆となる、三両子を表す。解剖、開国論では、工藤平介が、赤江戸風雪港を表し、 江戸地の開発を提唱。林士兵は、海国兵団で、解剖論を展開した。渡辺火山や高野長英は、万社の極の起因となった。蘭学を基礎に、幕末にかけて、自然科学を中心とした洋学が発達した。しかし、幕府の規制により、実学の分野に止まった。洋学者の経譜は、青木根葉とツンベルクを始まりとするものであり、後に、 語学、医学、物理学、天文学、測知学、科学、植物学の分野で大いに発展した。明治維新と文明開化の近代思想は、福沢諭吉の西洋事情や学問の進め、中村正直の西国立社編、中江町民の民役役会、森有里則たちが設立した名緑者により発行された名緑史などによって普及した。 明治初年には、私塾や合学校の開設など民間からの教育運動も進められた。1872年、明治5年には、学生が交付され、小学校から大学校に至る教育制度の確立が行われた。義務教育が法文化され、女子教育が普及した。国民教育の普及は、近代国家の形成に大きな役割を果たした。一方で、 帝国大がクレイに見られるように、教育政策は自由主義的傾向から、中央集権的、国家義的傾向へと方向を変えた。1920年代から1930年代前半にかけて、画一主義的な教育の反動から、子供の興味や関心を中心にした、教育実践を目指す対象自由教育運動が起きた。この運動によって、 官僚の沢柳正太郎による正常小学校や自由主義教育者の伊藤長七による東京府立第五中学校、現小石川中等教育学校といった個性の尊重を目指した新教育を行う学校が創立され、教育界に大きな影響を及ぼした。欧米の進んだ科学や技術を熱心に導入した明治政府は親い外国人らを入れ、 研究機関を次々と設立し、世界的水準の研究成果が次々と発表されるようになった。経済学では田口宇吉。医学では北里柴三郎、志賀清野口秀世らが先陣を切って研究を進め、薬学では高峰城吉、鈴木梅太郎、畑佐八郎らが高い研究成果を挙げた。また、物理学、地震学、科学、 植物学などが発展し、長岡半太郎、牧野富太郎ら優秀な人材を生んだ。しかし、欧米政策への批判から次第に、ナショナリズムが台頭。さらに、資本主義の進展とともに、社会的矛盾、貧富の格差の拡大など、が顕著となり、それを批判して、社会主義思想が登場した。敗戦後、連合国軍の占領下で連合国軍、 最高司令官総司令部 GHQ スキャップの指導などを踏まえた学生改革が施行された。教育直後は効力を持たなくなり、旧教育基本法と学校教育法が制定されたことをはじめとして新たな学校教育制度が確立されていく。その後、受験戦争、詰め込み教育、ゆとり教育、脱ゆとり教育、生きる力を培う教育、 総合的な学習の時間などが話題に上がり、教育社会学的な議論がなされるに至った。主な事例、大学4年、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。